アルベルト・マレザーニは、イタリア・ベローナ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。セリエ C1 のキエーボにて指導者としてのキャリアをスタートし、セリエ B 昇格に成功。1997年に、フィオレンティーナ監督に就任し、4位となる。1998年からは、パルマ FC 監督となり、コッパイタリア、UEFA カップ。 スーペルコッパ優勝を果たすなど優れた成績を残す。その後、ベローナやモデナでは苦戦が続き、ギリシャのパナシナイコスでもリーグ優勝は果たせなかった。2007年1月にウディネーゼ監督に任命され、イタリアに復帰。2007から08シーズン途中にエンポリの監督に就任するが、途中解任。しばらくフリー期間が続いていたが、 2009年11月23日に再開と低迷しているシエナの監督に就任。しかし、シエナではチームを再建できず、セリエ B 広角となり、半年でチームを去った。2010年9月1日、毎シーズン途中に就任して、セリエ A 残留に導いたフランココロンバを解任したボローニャの監督に就任。給料未払い問題など波乱はあったものの、 見事セリエ A 残留に導いた。2011年6月19日、ボローニャを残留に導いた実績が評価されて、ジェノアの監督に就任するが、12月21日のナポリ戦で1-6の大敗を喫した翌22日に、途中解任。2012年4月2日、公認のパスクアーレ・マリーノが、成績不振で解任され、ジェノアの監督に復帰したが、 22日のシエナ戦に1の4で敗れ試合終了後に再度解任された。ありがとうございます。